はい、えー、どうも、トミーです。えー、皆さん、こんばんは、えー。もう11月もね、仲間に差し掛かりますけどもね、えー、今日もね、なんかね、ほんと、すごくくだらん話をね、えー、してこうと思うんだけど、ほんとどうでもいいから、もう最後まで聞きたくないっていう人はね、全然聞かなくていい、マジで。<laughs> ほんと、ただ文句垂れ流すだけのね、独り言みたいな感じだから、はい。でね、僕のね、今回はね、僕の知り合いにね、 まあ、あのー、リコちゃんっていう女の子がいるんですよ。まあ、リコちゃんっていう女の子がいて、まあ、その子はね、ちょ、ちょっとぽっちゃりしてて、なんかすごい可愛い子なんだけど、まあ、二十、年二十一とかかな。まあ21、二十一、二十一になったか。まあ、いるんだよ、リコちゃんっていう子がね。<laughs> いるんですよ。まあ、ものすごくなんかこう、なんだろう、こうな、暴露していいか、性欲が強い子なんだけど、 ま、その子がですね、なんかまあ仲良し三人組みたいな感じで、その女の、こんな友達が二人いて、三人で仲良くしてるんですよ。その、その子と、あと二人と。いや、これ聞かれてたらほんと嫌なんだけど、見られてねらだ。こんな愚痴みたいな感じになっちゃうから、特定されちゃうかな。大丈夫ま、あその、リコちゃんの周りに女の子二人がいるんだけど、でね、その、 一人が、まあ、かなこちゃんっていうんだよね。かなこちゃんっていう女の子がいて、もう一人がよしみちゃんっていう子がいてね。まず、よしみとかなことりこなんだよ。で、よしみとかなことりこちゃんで、なんか三人のなんか総称みたいのがこいつらにはあるわけなんだけど、あ、また文句になっちゃうな、やべえな。なんかね、その、やればできる子、YDK みたいなあるじゃないですか。で、三人の総称を YDK にしてんの、こいつら。 ね。で、y、三人の総称を ydk にしてんだけど、まあ、一人がヨシミちゃん。ヨシミちゃんがさ、y なのわかんじゃん。ヨシミちゃん y なのわかんだよ。でね、かなこちゃん。あはい、k ですね。じゃあ、あと一人 d じゃん。d。d はどこ行ったって話、リコちゃんじゃん。で、リコの、多分おそらく、リコの r の、 その、下の部分取った R を無理やりこじつけで D にしたいんだろうけど、それは無理があるよね。YRK じゃんね、お前らねっていう。あ、ダメだ、俺すごい悪,だ悪口みたいになってる。やばい、どうしよう。いや、リコちゃんのことは好きだからね。リコちゃんのことは好きだけど、頭おかしいじゃんって話。はい。<laughs> フォローになってないね、これ。フォローになってないと思うけど、<laughs> もうとりあえず好きって言っとけは何でもよしになるみたいな感じの、はい。 えー、まあ y, y, r, k なわけじゃん。で、まあなんか、まあ、まあディスるみたいな感じな。俺、すごい悪口言ってんの大丈夫なんか、まあまあふくよかじゃん。ふくよかまあ太ってん、太ってる。まあ太ってる。まあイコール、なんか、これ言っちゃ本当に悪いけど、なに、デブだから d なのみたいな。y, d, k ってそういうことなのとかって思っちゃったよ、俺。うん。なんか、こういう動画出してると、お前、すごい性格悪いなみたいな感じで思われるかもしれないけど、なんか、すごい気になったから、 YouTube でね、こんな独り言言うのってどうかと思うけど、ちょっとなんか、最近残ってさ、なんかちょっとおかしいよね。はい。まあ、そんなことどうでも、どうでもいいんだけどね。はい。 まあね最近ね、なんでこういう動画をね、出し始めた、独り言みたいな動画出し始めたっていうと、実を言うと、まあ、YouTube、UGP チャンネル、まああのー、1日にね、まあ、1本動画出すっていうお約束をね、そのチャンネル登録者さんと、まあ、してるんだけども、一応ね、まあ、見てる見てない別としてね、僕らはとりあえず1日に1本何か動画を出しますよっていう体、えー、で言うんですよ。 でうちまあ UGP っていうなんかこう結構クリエイターとかがこうたくさん集まってるその大きい組織みたいな感じのでまあチャンネル管理してるんだけど実を言うとね今すごくねこの UGP っていうその団体がね、まあ、今年からやっぱかそってるんだよね <laughs> かそってんの、まあ、その件に関してはねちょっと次の動画でまあお話ししようかな 今日はね、YRK、YDK、はい、えー、しみ、えー、リコ、えー、かなこっていうね、えー、三人の話、えー、しみデーブかあ、ごめんなさい、はい、<laughs> 話をしました。 はい。ということでですね、もしね、今日の動画ね、まあ面白くないと思うけど、面白かったよっていう人はグッドボタンお願いします。えー、またね、コメント等もお待ちしております。またね、チャンネル登録等も、えー、お待ちしてます。またね、リコちゃんね、これ見ててもね、気分を害さないでください。あの、ネタにしたのは本当悪いと思いますけど、はい。あ僕はね、あの、正直言ったら、リコちゃんに対して、あの、嫌いとかそういうのは思ってるわけじゃないのであ、それだけは、あの、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、リスナーの皆さんも、はい、まあ、 許してやってください。はい、お疲れ様です。